ヤマト、なになになに、うわぁヒューガ、アムギリ、コムドットです。アムギリ君をね、僕が引き連れてるということはドッキリやらさせていただきたいと思います。おー、本日の企画、1週間水かけドッキリ。なんでこの企画を考えたかと言いますと、まあ、これ金髪じゃないですか。これヤマト君とね、ユータ君っていうね、メンバーに勝手に髪型 TS にしてみたっていうドッキリを食らったわけですよ。まあ、特に多分ヤマト君が主犯となってるんで、まあ、やり返してやろうかなと。あと1週間驚かし生活っていうのすごいなんか好評、アムギリ君も味しめてますよね、正直。まあなんで1週間にわたって水をかける攻撃を仕掛けていきたいんだと。おお、あとワニいじりなんですけど、美味しいと思ってると。水かけるたびに、いやワニやないかみたいなね、さっぷりツッコミ一人でかましてきて、なんかよだれ垂らしてると思うんで、ボケが予想されるってことすごい無様ですからね。アムギリ君、あなた喋りました。ああちょっとマジでムカついた。ということでね、今からハサド君と今からちょっとドッキリ進めていこうと思うんで、それではやっていきまーしょう。油だらけだろこれ。1日目、バケツで水かけドッキリ。まあ、ということでね、今から声聞こえねえだろ、先に見えか。俺かガキと撮影してからこうなんだ。今からヤマト君ちで撮影ということで、まあ入った瞬間、まあとりあえずベランダに隠します。で、ベランダにヤマト君ちは運がいいことに蛇口があると。まあ、サブちゃんでも多分撮ると思うんで、その時にカメラ回ってると思う。わあ、こいよい行かせていただきたいと思います。大丈夫、いや驚いてもこれ大丈夫、これクズ行きましょう。じゃねー、じゃあなんだよ、お前らが揃ってるってことはなんだよ。 AK だ、うるせえよ。サブチャンネルをね、撮ろうということで依頼といたしましては、まあアムギリ君が弱いと。まず良くないのは服装。色お前隣クソババア貼ってんの真ん中に。これをクソババアっていう時代来た、うん、まあ基本的にさ、同じ生き物にさ戦い方をさ教わってもあんまり強くなれないと思って、今日はあの彼用意したんだけど。いや誰がワニ同じ人間でしょって美味しいと思ってると。いやワニやないかみたいなね、さっぷりツッコミ。どこがジャングルクルーズ、ここ。あーもうよくわかんないですね。いい服持ってる。待てね、ヤマト、ねねねね、うわぁ、ヤマト、わかんないんだけど、なんか可愛いなと思って。お前え、うん、え、それマジで大丈夫、何も言えない。似てるもん、今水から出てきた北島康介さんに。似てんじゃん。そう、どうだったね、俺がバケツ持った時の絵みたいな。ヤマト、ねねねね、ヤマト、ねねねね、ヤマト、ねねねね、一回すいません、ティーもらっていいですか。びっくりして何も言えないモードからブチ切れるモード入っていいですか。スイッチ、お前らマジなんで。え、これ本気曲だよね。これは本ちゃんです。てってでーす。とりあえず水かけてみたらタイトルとか出てくるんじゃないかな。あ、金髪っぽい考えだな。まあ、俺金髪かな、違うぞ、お前目黄色いから。それがフィルターかかってんのここ。ここウォーターセブンか。まあだからアクアラグナ飛んできた。急に急にアクアラグナ飛んできた。びっちょびちょだな、こいつ。生ガキくせえ、うぜえ。乾かせよお前。おお持って多分これ一番時間かかるんです。え、それどっぐらい時間かかんの。アナザの調理ぐらい。めちゃくちゃかかるもん。何で怒ろうか。まあ俺も家なくなっちゃうから。まあ一応チームのリーダーやらさせてもらってます。びっしょりバーン濡らされました。これヘラ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 いじめられっ子なんで。これでこれが原因っぽいです。そうです。予告犯か。そうです。俺予告犯か。ワニエジリすごかったんで、僕がこの企画でワニエジリをやめさせようと。このワニエジリ終わらせに来た。シャンクス天竜人の歯。来た。謝れ、一回画角外してやるから謝れ。ごめんよ、じゃあ練馬の霊媒師。これは何。これはヒゲ。お風呂入りたいから。そうですね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。彼今気持ちよくちょっとシャワー浴びてるんで。おお、なんだこれをね、バケツに入れて泡にしてぬめぬめにした状態でマッシャリってやります。こんなもんで、こんなもんで。これあら、これ洗いたい。じゃあバケツだけ予定なの。飯食いかもしれない。これ受けて。お前も取ってないんだよ。分かった、やりに。お前ら欲張んなよ。俺はカリファか。お前ら本当に人間じゃないな。これはマジで笑えない。え、これから出かける服なんだけど。いい匂いだろうね。匂いの面は大丈夫だよ。今回案考えさせていただきました、ヒューガです。さっきなんかあんま怒んなかったよ。俺が欲しい。あ、お前ノーランドだ。
その商品でやってる。お前は何なの、さっきから笑いもしなければさ、お前俺のこと面白いと思ってる。はい、思ってます。七尾と勝負してんの。ごめん。お今の謝りで足りるかな。足りない。オッケー。謝るわ。謝りたがりだろ。いいよ謝る。どんな顔して謝んだろうな。原監督のお気に入り。やっていくと悪いことあるし、もうさっきの十分おもろかったよね。欲張んな。いや欲張りに満ちたからな俺は。うん、ワンオクロックみたいに言う。本当に青年団みたいに言う、ね。めっちゃいい匂いしない。うん、だから匂い言うの。超いい。匂いはいいだろ。めっちゃいい。触ってみて俺の肌。キチセぐらいスベスベだから。触っていい。うわーすごい。あもうありゃたまげた。78歳。こら何のシャンプーだ。84歳。ノリナットに。408歳。お疲れ様でした。バイバイ。お疲れ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 。2日目、上から水バシャドッキリ。この緑バケツで、まあ、とりあえず溜めた状態で隠れます。その隙に公園で大和くんの運動音痴を確かめようっていうサブちゃんを撮るってことで僕が呼び出したんです、はい、そこでうまい感じに大和くんオープニング撮るんで、ここからドン、あーいいね。じゃあまあ早速水入れて待機しますか。ということで大和くん、あなた運動ができないと、ということでこのアスレチック来ました。はい。サンダル。やる気ある。いやあのサンダルお前かわいい。いやでだからお前険しい顔してんだろ。だから僕今までその運動系の動画出さなかったじゃないですか、チームで。そう。すっごい叩かれるんじゃないですか。ああなるほどね。キモいと。はいはい。言われると思いますよ。だから僕その誰が何言うとかあんま気にしてないですよね。ああ。ナイス。一回カメラ止めて、カメラ止めて、もうちょお前降りてくれ。一回降りろ降りろ降りろ。マジで頭おかしいな。いや一回あっちでしょ。いや、まあ、一回行ってください。いや、まあ、お前も飛んだカメラ飛んだ。お前いやなんかいい絵撮れた臭くない。うん、うん、絵の話はしない。俺もいい絵は撮れたと思ってるから絵の話はしない。二人いるとさダメだからちょっとあっちゃん一人で尋問するわ。うわちょこっち来て、うん、あっちゃんうん一回映してみ。なんでフュージョンしてる。待ち時間になんでフュージョンしてる。こんなメンバーを持ってしまった僕は心が痛いです。俺は本当に悲しい、うん、何が悲しいかって一回見て。あの二人風邪ひいて運動会出れてなかったの。おぉ二回水かけたのどっち。お俺かよ。お前どっち。これまで正直に言う。二人でやったの。予告するぞ俺このまま。予告してほしい。低い低い。本日の3日目ペットボトルの水ぶっかけドッキリ。現在朝8時です。まあ、あの大和くんのお母さんにも連絡ついていて、今回は侵入とかではなくピンポンして普通に入れていただくと。で、まあ、そのまま大和くん寝てるとこに水ぶっかけちゃう。その水そのところで、ね、これこれをねかけて、はい、どんなとこが気に入らないの。水のかけ方とか大丈夫。熟知してる。熟知してますよ。ピシュウッ。うわーうわー。こういう感じでかけてもらえれば大丈夫なんで、山くん。それでは、山くん、水かけていきましょう。山くんの部屋の前着きました。おー。濡れちゃうと、濡れちゃうとまずいから、これ閉じよう。そうそう。オラキオの実家？ジャッキーオラキオの実家。もう見たくない。名乗って誰と誰。ハムギリとユータです。お前らさあねえあーよかったね天気よくて乾くすぎ。次のこと考えんの俺だ。乾くこっち見て見てこれ。はい渡辺の配慮カイジのナレーションか。これはやばい、これはやばい。本当にやばい。それは全く知らない。で、なんでお前濡れてんだよ。いや、これは本当にやりすぎてるって。何こいつ、謝ってるけど俺らに。全然いい、気にすんなよ、もっと別に。これはやばいよ。やって言うもん。ピース。あ、大丈夫、ドンチンジャオ。笑って笑って。誰がガープ。確認必要だよ。うん、必要、確認必要。
俺アクアトピア乗った。アクアトピアのびちょ濡れコースに乗って、うん、乗った。あいつ悪いですよ。味方につけようとしてんのか。無駄だよお前、そんなやつ味方につけても。サンジに腹一発開けられて終わりだよ。あいつバナナワニなんだから。誰がクロコダイルのペットだ。アルピスは元気に限るプー。浦安鉄筋家族か。浦安鉄筋家族のプーか。ボケないで。絶対突っ込まない。エイジー沢北の父ちゃんか。ボケんな。もう二度と突っ込まねえから。なんでお前がゾロになってる。やったやったやった。え、てかさ、これ母ちゃん許可取ってんの。あ、取ってます。取ってます。お、出すなよ。これはさ、いや、動画外でいいからさ、一発ちゃんと謝ってほしい。いや、どんな顔して謝るんだろうな。貴族に最後の最後まで遊ばれた男。ねね携帯マジで頭おかしいな。